石井町立石井中学校は、徳島県明財郡石井町高川原寺高川原125番地1に所在する公立中学校。愛畑中学校、高川原中学校、旧石井中学校の3校が統合し創立。2008年で創立50周年を迎えた。2009年に学校版環境アエスを取得。通称石、石中。 石井町に二つある、中学校のうちの一つ。石井町立石井小学校、石井町立愛畑小学校、石井町立高川原小学校の生徒が進学する。一階東館北棟外議室、東館南棟給食室、記念室、三年一組、三年二組、総合教室西館、南棟保健室、図書室、相談室、 8組、別館体育館、武道館2階東館北棟被服室、調理室、東館南棟校長室、職員室、給食室、西館北棟部室現在使用不可西館南棟放送室、進路相談室、3年3組、3年4組、総合教室別館卓球場、3階東館北棟理科室、コンピューター室、西館北棟技術室、 南東2年1組、2年2組、2年3組、2年4組、給食室、総合教室、和室、LL 教室4階、西立北東音楽室、生徒会室、南東1年1組、1年2組、1年3組、1年4組、1年5組、総合教室、給食室、美術室、組、年表年表年表かつて、明の入った暗証を、 制服の上から着けさせていた時期があった。2010年度より、男女の半袖体操服が完了され、それと同時に統一される。運動部分下部修学旅行5月末頃に、学年関東、沖縄、九州の3方面のうちの1方面体育祭9月中頃、全学年各学年ごとに、クラス対抗文化祭10月頃、全学年 JR 徳島線。 石井駅で下車、西へ200メートル、踏切をきたい600メートル、石井中学校50周年記念誌。ありがとうございます。